はい、前回の続きからになります。アラン模様の方編めましたでしょうか？大丈夫でしたか？で、次から縁の部分に入ります。で、縁の部分は細編みを3段入れていくんですけども、その3段の最初が1段目としてまた別で考えていきます。で、1,2,3と細編みをひたすら入れていきます。1周が84目になるようにするんですけども、まずは1段目細編みをずっと入れて、2段目の両サイドで D カンをつけていきます。で、3段目また細編みを1つずつ入れていきます。まずは1段目から編んでいきましょう。鎖一つで立ち上がって、根元のところに細編みを一つ入れます。鎖3目で立ち上がったところの根元ですね。で、その次の長編みの頭に細編みを入れていきます。で、それから一つずつ頭の部分に細編みをずっとぐるっと84目入れていきます。はい、ぐるっと一周細編みをしてきました。で、最後の一目まで入れたので、ここが引き抜いたところ、立ち上がり最初の目に針を入れて引き抜きます。で、 D カンを入れるんですけども、 D カンを入れるところが両サイド、こっち側とこっち側のだいたい真ん中あたりで、18ミリのT カンなんですけど、3目中に入れたいんですね。なので、サイドの部分が6目入ってると思うんですけど、お好きなように、お好きなようにって言ってもあれか、何目っていうのは、何目に入れるっていうのは言わないので、両サイドで適当なところに、両サイドの真ん中あたりに入れていきます。で、編み込み方が、私の場合はここの最初の立ち上がりの1目のところと、こっち側の2目最後に編んでくるところ、ぐるっと最後に編んできた2目をつな、入れたいので、まずは鎖一つで立ち上がります。で、普通だったらここに細編みを入れるんですけど、その時に D カンをまずは先に入れて、針に入れて、で、根元に針を戻します。根元のところに針を入れて糸を持ってくる。で、その時に T カンのこっち側、 T カンをくるむようにですね、で、細編みをする。で、ここからまた隣の目一目ずつ入れていきます。で、ぐるっとここでも D カンを入れて、ぐるっと編んできたら、また最後の2目でこれを編み込みます。で、 D カンをつける時のポイントなんですけど、こう編んでると、編んでるものに D カンをつける時に1目だけしかこう編み込んでなかったりすると伸びちゃうんですよね、やっぱり編み目が。なので、2目3目なるべく入れた方が伸びずにしっかりつけられると思います。毛糸は特に伸びやすいので、ショルダーにして肩に荷物が入れると負担がここにかかるので、なるべく3目ぐらい入れた方が
こう伸びずにいいんじゃないかなと思います。だから今回は18ミリの D 管を使ったんですけども、あんまり小さすぎても細い糸だったら3目とか入れられるからいいんですけど、こういう太めの糸とかの場合はそんなに小さな D 管を使わない方がいいのかなと思います。キーホルダーとか小さなものをつけるための D 管だったら、ちょっとアクセサリーをここにつけたいなっていう感じの D 管だったらいいかもしれないんですけど、ショルダーにする場合はちょっと3目ぐらいは入れといた方がいいような気がします。でここでぐるっと端まで、こっちに D 管をつけたのでこっちにもつけたいので、この辺まで編んでいきます。端まで細編みをずっと入れてきました。でここでキーカンをつけていきます。ここの端の長編み部分は6目 1,2,3,4,5,6 6目入ってるんですけど、この間にキーカンをつけようと思います。なので1,2,2 個細編みを編んで D 管を3目でつけて1目細編みを編むっていう感じでもいいし、1目細編みを編んで 1,2,3 3個のところに D 管をつけて細編みを 1,2 2個編むでもいいし、これは好みで、私は2個細編みを編んでこの間ですね、間の部分2個細編みを編んで D 管をつけていきます。でさっきと同じように D 管をこう針のところに入れてからここの細編みの頭に入れます。で糸を持ってきて D 管までこう持ってきちゃう、編みくるむ感じですね。でここで細編みで、また次の目にも針を入れて、その時もう D 管の中から針を入れて糸を持ってくる。で細編みでもう一目入れます。その時に D 管をちょっとギュッと向こう側に押してあげて、ここで細編みを入れます。でこれで D 管がつきました。3目分ですね。で次からはまた細編みを入れていきます。で3目入ってると結構丈夫になるので、3目ぐらいがおすすめだと思います。もっと大きな D 管でもいいと思うんですけど、その時は幅が大きくなれば4目とか5目とか中に編みくるんじゃった方が丈夫になるし、ブラブラしないでいいんじゃないかなと思います。でまた端までこっちまで編んでこの辺までずっと細編みを入れていきます。はい、端のところまで来ました。でそしたら 1,2,3,4,5,6 ここの間に6個長編みが入ってると思うんですけど、立ち上がりも混ぜて、で立ち上がりのところにの細編みに1回入れています。 D 管を挟んでますね。なので1,2 ここの2目立ち上がりの隣の部分でも D 管を一緒に編みくるみたいので、まずは2目細編みをここの上に入れちゃいます。両サイドのところ、でここが引き抜いたところ立ち上がりなので、前の2目ちょっと遠いんですけどここに入れて向こう側に入れます。でこれで細編みを入れる。で今度間の一つも入れて編みくるむように
細編みを入れる。でこれで3目入りました。でここに細編みを入れたので、この頭に針を入れて引き抜きます。これで3目中に入ったことになります。であと1段、今度は1つの目に1つずつまた細編みを入れていきます。鎖1つで立ち上がって、 T カンが中に入ってても関係なく頭の部分に細編みを入れます。でまた次からずっと細編みを入れていきます。で T カンがあるところも普通に上に、こっちも T カンがあるけど上は普通のあと細編みの頭になってるので普通に細編みを入れていきます。それをぐるっと一周してきます。はい、ぐるっと一周してきて、あと2目 T カンの上細編みを入れます。でまた T カンの上細編みを入れて、でこのまま糸を切ってしまいます。引き抜かないでこのまま糸を切ります。で糸処理できる分切って、で糸端にとじ針をつけます。で最初の1目目と引き抜いたところ立ち上がり、最初の目にこうとじ針を入れて、でまた戻ってきます。最後の1目目の頭の上からでこれで閉じます。で後ろ側で前に響かないように糸処理をしていきます。で他の部分も糸処理するものが糸があれば糸処理をしておいてください。はい、ではコンチョボタンをつけていこうと思います。糸をボタンにつける、糸でボタンにつけるので、ちょっとそんなに長くなくつけられる分糸を切っておきます。でコンチョボタンってダイソーさんもあとはセリアさんもそうなんですけど、とじ針が入んないんですよね。こう細いものでもちょっと厳しい、縫い針とかだったらもしかしたら入るのかなって思うんですけど、なのでまずは表面をどっちにするか自分で決めて、で表面が決まったらこれの位置を決めます。どこにつけるか。で私は長編みのボタンをつけるのはここの模様の間の上でもいいし下でもいいし、私は最後のここの長編み部分につけようと思います。で模様編みがあって、こっちにも模様編みがあって、長編みをここに2目入ってるんですけど、ここの2目のところに糸を出します。まずはこっちから、どんなつけ方でもいいんですけど、とりあえず私のつけ方っていう感じで、でこっちに持ってきました。でここで、こっち側とこっち側で糸を入れます。ここに、こっち側と
っち側で入ったら、また同じところに戻します。戻して後ろに出しちゃう。私はこんな感じでつけてるって感じで見てもらえたらなと思います。ご自分のやりやすいように。でここで後ろにギュッと。心配だったらこれを何回か繰り返すといいと思うんですけど、ここで私は一回縛っちゃいます。玉結びで、ここで糸処理をします。何回かもう一度やった方がいいかもしれないですよね。ちょっと私はめんどくさいので一回しかやってないけど、ポンチョボタンじゃなくても普通の木のボタンとか、あとはくるみボタンとかでも可愛いと思います。好きなテイストで作れると思うので。ボタンじゃなくてもマグネットボタンにしたりとかで、できる方はファスナーにしたりとか。でもなんか毛糸だとファスナーにするとこう毛がファスナー部分に挟まっちゃうみたいなことを言ってる方もいました。はい、ボタンがまずつきました。で今度はスエード調の紐をつけていこうと思います。何色がいいかなって考えるのも楽しいですよね。私は今回黒にします。黒にして、こう縛ってあるので先がもし気になる方は、このふにゃってなってるのが気になる方は切っちゃえばいいと思うし、私の場合は中から入れて、なんて言うんだろう、まずはまたここの間の今度は上、2段目かな、下から2段目の細編みのところに、細編みのこの辺、2段目、3段目の下、ここに入れます。はい、では紐をつけていきます。紐もお好きなようにでいいんですけど、私の場合は上から針を入れて紐を一回出します。こっち側で、もう一回、もう片方も2目飛ばす感じ、 1,2 でこう入れます。でここにこうつけたいので、長さをどのくらいにするか、で決めてウッドビーズをつけていきます。はい、ウッドビーズをどういう風につけるかご自分で決めて、こっちはちょっと長っぽいようなのを一つ、あと両端に
けたんですけども、これはどんどんなんか使ってると下がってくるって言ったので、一回ここでお団子縛って止めちゃってます。で、取るときはちょっと引っ張って取るっていう感じで使ってます。で、縛らないと抜けてしまうので、ちょっと長めに残して、カットして、私は今回は3本通しちゃおうかな。これもセンスですよね。あんまりセンスがないので、どういうものがいいのか。で、お好きな感じでビーズでも何でも、自分の好みで好きなものをつけるなり、ボタンだったらここにゴムを、この紐じゃなくてもゴムでも使いやすいですよね。子供とかはゴムの方がいいんじゃないかなとか。で、結構100円ショップのあのビーズって木なので、ここが詰まってる場合があります。なので確認しながら入れるといいんじゃないかなって思います。はい、3本つきました。どうしようかな、端は縛っちゃおうかな。今回長めにしようかな。ただ普通に縛ります。で、長さを整えて、はい、今回はこんな感じにしてみました。微妙かな、なんかちょっと使ってておかしいなって思ったら変えちゃうかも。で、持ち手の部分、持ち手、肩紐の部分をつければ、はい、アラーム用のショルダーバッグの完成です。どうですか、できましたか。で、まだ動画を撮ってないからいつになるかわからないんですけども、アラーム用のトートバッグもいずれアップしていきたいなと思うので、アラーム用にまだ挑戦した時がない方とか、あとはちょっと苦手かもしれないっていう方は、こっちのショルダーバッグで一回練習してからアラーム模様のトートバッグを編んでいただけたらなと思います。で、模様がだいたい似てるので、お子さんにショルダーバッグを作ってあげて、で、自分ではトートバッグを作ってちょっとお揃い風にしたりするのも楽しいと思うので、よかったら一緒に編んでみてください。
では今回はこの辺で。長くなりましたがありがとうございました。リリナナでした。